藤本拓は、日本の陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。山口県州南市出身。高水高校、国士館大学を卒業し、現在は、トヨタ自動車所属。左利き。国士館、大学3年生時の関東インカレでは、一部5000メートルに、出場し、東海大学、村沢明信や明治大学、鎧坂哲也といった、 大学陸上界のエースたちを破り優勝した。4年次にも、同志目で、村沢や鎧坂や早瀬田大学、大葉様ケツなどを抑えて優勝しに連覇を達成した。上記のように、トラック競技では好成績を残したが、ロードレースは苦手としており、箱根駅伝も1から3年生まで、出場経験がなく、予選会すら、未経験であった。4年生の夏合宿からは、 ロード練習に取り組み、人生初の 30km 走も完走した。2011年10月の箱根駅伝予選会では、個人22位とチーム3位で走り、国士舘大学の予選3位通過に大きく貢献した。翌年の箱根駅伝は3区を走り、チームのエース伊藤正樹が作った勢いに乗り、区間3位の構想。順位も上げたが、チームはシード権には届かなかった。 大学卒業後は、トヨタ自動車に就職。2015年のニューイヤー駅伝では1区を担当し、区間4位と高位置でタスキをつなぎ、トヨタ自動車の4年ぶり2度目の優勝に貢献した。トヨタ自動車入社後は苦手としていた、ロードレースにも対応してきており、ハーフマラソンでは入社後3回1時間01、分台の高記録をマークしている。 2017年の全日本実業団ハーフマラソンでは1時間01分53秒という記録で4位入賞し、日本人最高の成績を収めた。2014年以降ニューイヤー駅伝では主に1区を担当しており、安定した成績を残している。ありがとうございます。